皆さん、こんにちは。もしくは、こんばんは。おもちです。フリークスの続きをやっていきます。前回ここから落とされて、ここかな？上か。よし。今回は突然、絵画からか。ここは、絵画はちょっとスキップするね。一応確認するけれども。今日も不思議な絵画だった。これは確か上から来たから、ジャンプかな？こうかな？よし。前回はね、すごいスピードで進んでいったんだよね。おっと？びっくりした。今回はどうかな？どうなってる？これ。上にワンちゃん一匹の扉の向こうにワンコがいる。ん？どういう意味だろう？これは何？ん？ああ、ライトが。おおおお。ワンちゃんの扉が開いた。わざわざ開くってことは向こうに行くのかな？ん？ワン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 来る、ワンワンワン来る、ワンワン。あ、そっか。意味ないんだ。あ、違う、降りちゃダメ。はい、帰るよろしい。帰るよろしい。なんだろう、わざわざ扉が開いたから向こうに行くのかな。あ、え、あ、死ぬ。ダメ。この奥に何かある？え？あ、あうーん。あうーん。何？なんでわざわざ扉が閉まってたの？向こうに行く必要なかったのでは？え、どういうこと？ん？でも今ここ踏んだら、開いたから、あ、じゃない、開いたんじゃなくて、ライトがついたから、踏ませるためにワンコを出すってこと？を、まず開けて、よくわかってないんだな、このマップの意味が。最終的には左の上に行くと考えてよろしいか？待って、そっか。これだと、はい、ダブルワンコ、ワンワン、ワンワン。どうしたらいいんだ、これ。しかできない。どうしたらいいんだ？あ、これ何？自動なの？え、そっか。これで固定して。難しいぞ。どういう意味？ちょ、もう一回おいで。あー、下降りたい、早く。こう？わかんないけど。なんか意味ある？意味ないね。待って。あ、でも音楽が鳴った。なっちゃったじゃん。ちょ、早く。ん？寄せる？合ってる？あ、合ってる。
え、これで、え、それで上に行くんだ。なるほどね。扉の向こうは別に行く必要はなかったわけか。騙されたよ。じゃあなー。わー、かわいい。たくさん本があるんだよね、この世界。何か研究してるのかな？あ、また絵画。今回も意味がわからなかった。これは、エレベーターかな？はい。何に行くのかね。よし。まだ1ガブガブだけ。大丈夫、大丈夫。いいペース。どんどん、また今日も下へ潜っていくね。わあ、かわいい。え？おお、鳥人。何か探してる。これじゃないって言ってるだろみたいな。あ、本が落ちた。ワンちゃんのそばに落ちた。え、コンタクトしてきた鳥人が。あれ、俺のだ。取ってって言ってる。大事な本だ。取ってこい。こんな感じ？初のコンタクト。鳥人さん。あれを取るんですな。これはなんだ？ライトがつく。左にワンと、これは最終的に、どうしよう、どうしたらいいのかな。クラゲさんが近いんだが。待って、これはだいぶ積むぞ。これ飛べるのかな。ああ、こういうことね。あ、ここに何か踏ませないと、本が落ちてるワンコがチェストにならない。待ってて、トリジン。問題はね、この真下のクラゲちゃん？あ、距離が近すぎるんだよな。怖い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 。これで行かせて、こうするしかないよね。ほんで、あのワンコはどうすんだ。上に行った、上に行った、下に降りた。左のワンコは上に行ってるわけじゃないから、クラゲを上に誘導させる方法は何だ。ちょっと待って。さらに障害物があるといいんじゃない？あ、ね、近いね。近い、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 近いの。これで、この子が障害物になるんじゃない？で、クラゲちゃんが上に行けるんじゃないかな。どうだろう。行った。よし。で、でだ。こうか。いやー、これ気持ちいい。やったー、よいしょ。あー、どうも、はじめまして。
これですか？あなたが欲しかった方は。ああ、もう一匹来た。あ、うなずいてる。あれ？大事な本放り投げちゃったけど。なんだったの？え、でも初めてのコンタクト。ちょっと嬉しい。待って待って。はい、しょっと。また絵かな？わー。ちょっとここも気になるけど。おーわー。一旦ここで、起きろうかな。次回のちょっとマップを見ておくか。この絵が、後ろの絵が少し、動いてるのがすごい面白い。活気がいっぱいあって、次回も楽しみだな。はい。じゃあ今回のクリックスはここまでとしたいと思います。今日は1ガブガブだけで済みました。見てくださってありがとうございました。お餅でした。またねー。